どうもハーモニーフルスイングです。本日7月7日七夕ですね。ライオンズが、6連敗中ですかね。6連敗中ということで、今日は、氷川神社の方に師匠なんとか連敗脱出を願っていきたいと思います。はい、本当に弱いですね最近。ちょっと昨日も、東京ドームでのブラックサマーウィーク初戦さよなら負けということで、中村選手が2000試合出場を達成したのですが負けましたね本当に。いやー、佐藤龍世選手のね、ライオンズ復帰後初ホームランが出て絶対勝てると思ってたんですが、私生まれた時からずっとライオンズファンやってまして、もう17年目になるのですが、ここまで弱いのはちょっと初めてですね。信じられない弱さ、もう負け試合に慣れてきちゃいますよね、こうなってくるとちょっとしんどいですね。まあ氷川神社ね、参道長いので、まあ、ゆっくりちょっとね溜まってるものを吐き出しながら行きたいと思います。松井稼頭央政権初年度で、まあ、ライオンズはね監督変わると優勝するみたいなジンクスもありましたが、ちょっとそのもうなんかあんまり大きな声では言えないですね、この都市伝説は。ね、ユニフォームもね新規一点変わって、なんかこういい風が吹くかなと思ったんですがね、なかなかうまくいきませんね。4月かなんかの大宮戦に県営大宮球場でのね試合私見に行きまして、見事に勝ってね、あの時は本当に今井が完封じゃないか完投かなかなんかで素晴らしいピッチングをしてね、いやこれはね優勝狙っていけるんとあの時は思ってましたね。本当に氷川神社とね県営大宮球場近いので、はい、ぜひお越しください。県営大宮球場いいところです。まあこれからね氷川神社行きますけど、ぜひねもし来年度とか県営大宮球場行くことありましたら、ぜひ氷川神社の方にも足を運びください。そしてライオンズの優勝日本一を願っていただけたらなと思います。ここが氷川神社の参道ですね。静かですね、いい雰囲気ね。昨日ね、でも本当に投打噛み合わないとまさにこのことですよね。昨日のね先発が今井だったら圧勝だったわけですし、ね、いやーこう点すごく大量得点できた試合に限って大量失点してしまうという、本当にこうチームの雰囲気が悪いですね。まあ、雰囲気も悪いとは感じないのですが、まあ、運がないということに尽きるでしょうね、本当に。はあ、涼しいですね。今日35度くらいあるのですが、緑のおかげで涼しいです。はい。まあね、まあ、ライオンズね、暗黒時代っていう呼ばれる、まあ、10年間優勝できない期間があって、まあその時もね、まあきつかったんですがね、まあここまでねこう絶望感というのは当時はなかったですね。まあそれもまあメディアがねいたっていうのは結構個人的に大きいと思ってて、
まあこうメヒアホームラン王争いとかをね毎年知ってたので、暗黒チームは弱くても、まあなんでこう試合見に行こうかなって思えるというか、うん、まあ当時私すごいちっちゃかったですけど、メヒアの応援歌とともにね、すごいメヒアの活躍楽しみに球場に行っていた記憶があります。私も今現地で5連敗中ですね。5試合最近5試合は勝ってません、現地に行ってる時。まあね、先週のね、西武特急シリーズかもう金曜日と日曜日に行ったんですが、まあどっちも負けましてね。あのラビューのユニフォームも買ったのですが、ちょっとねあんまり縁起が良くないとつい思ってしまいましたね。ユニフォームのせいじゃないんですがね。まあね、本当に昨日のね、いやでも本当寝れないような状況で絶望的でね、お風呂に入るのも億劫になってましたが、まあね、でも立ってもいられないという気持ちになりまして、今日は氷川神社に来ております。今日はたくさん歩いてランズにパワーを送れたなと思います。あんま人多くないですね今日は。いいとこですね氷川神社。これあれですね、アルリージャの必勝祈願もありますね。今日はね、あのライオンズのユニフォームをね持ってきたので、ここら辺でちょっと着替えてみようかなと思います。はい、ライオンズのユニフォームに着替えました。見るか、こんな感じで、はい、ライオンズのユニフォームです、はい、負けてると神頼みになりますよ本当に。どこに頼ればいいんだって感じですか、ね、それではとにかく連敗ストップを祈っていきたいなと思います。はい、お参りしてきました。少しでもね、もう少しでもチームがいい方向に行ってくれればいいなと思うばかりです。ライオンズファンだからかもしれませんがね、うちのチームがこう戦力が整ってない、あの使える選手がいないっていうわけではないと私は思ってますので、やっぱり本当に決してね、こう綺麗ですね綺麗、めっちゃ綺麗だ。動画で撮るとすごい綺麗ですね。現実でも超綺麗なんですが、いいですね雰囲気。まあね、本当戦える戦力は、まあ、現状でもあると私は思ってますので、やっぱ、ね、少しでもね、こう、運が向いてくれば、ライオンズ、勝てると思いますので、やっぱり、頑張ってほしいなと、思います。本当にね、本当にライオンズファンよく頑張ってると思います。このシーズン。やっぱね、他球団のファンにはね、わかりませんよ、この辛さ。このライオンズファンやってる大変さ。まあでもね、まあ、みんなで頑張っていきましょう。あ、動画はこの辺で終わろうかなと思います。はい。ライオンズファンの皆さん、強く心を持って、強く生きていきましょう。 Go! ライオンズ!